みんなの心に獣萌え、不甲斐ないながらもバーチャル YouTuber やってるアビタカランです。2020年ですね、新年明けましておめでとうございます。いやー、2020年のアビタカランのこう活動っていうんですかね、今後も応援してくれたら嬉しいなと思いますんで、まあ、皆さんもね、気楽にというか気まぐれでね、僕のことを追ったり追わなかったりしてくれたら嬉しいです。アビタカ2020年も頑張っていきますんで、よろしくね。では、はい、っていうか、もう猫にしちゃって1年間経っちゃった、どうしよう。2021年までには終わらせたいなと思ってるんで、まあよろしくお願いします。はい、まあ僕のなんか隔週だったり月1ペースがね、どこまで続くかによるんだけど、まあ気長に待っててください、猫にしは。というわけでね、猫にし新年早速開いてくれた方々ありがとうございます。では本編に移ります。伸出双手就能触摸眼前松软的毛发，是你只保存在身上里的秘密。白色广场，橘色夕阳，缓慢的日常像漩涡，一圈一圈地旋转，就像是谁看腻了一样，打乱了缓慢的脚步，你掉进我的世界里，以为早就习惯，默默地守在一旁。抬头望向满天起云，散开成晴空万里，但这样都还比不过那天你瞬间你望向我惊讶的表情。不管在今后会有什么未来在等待，我都会守护有你存在的风景，凝视着视线正前方你的背影。というわけで挨拶はさっきやったんで、カットします。前回のあらすじバッドエンドを3つも回収してしまって、この後どうしようと今積んでおります。はい、そういうわけなんです。ちょっとマジでどうしましょう。もうここに行った時点でなんかてか、もうここあたりからもう間違えたらしいんですよ。なのでなんとか先輩ルートに復帰できるようにちょっといろいろと修復していきます。というわけで身長からまでカット。さて、ではまず第1のね、見覚えのある光景ということで、先輩を慰めるかどうかっていう選択肢ですね。これ慰めた気がするんですけど、これ慰めなかったらみたいな、つか誤解されたくないって言ったらちょっと変わるんじゃないかと思うんで、ちょっとやっていきたいと思います。先輩の様子を見ていた俺の境地に、その頬をなんか伝う涙を拭いたいという衝動が湧き上がる。でもそんなのは親密な関係だからこそ許される行為で、付き合ってもない俺たちがしてもいいことなのかしていいと思うけどな。まあよくわかんねえな、この力のなんか倫理観的なものは。それにもしそうしている姿を誰かに見られていたら、先輩。俺は黙ったまま先輩の横に座り込み、彼の感情が落ち着くのを待った。これはこれでまあなんかいいんじゃないかな。ああ、しばらくすると先輩自分の涙を拭い、俺に習うように座った。先輩、気分はどうですか？まあなんか落ち着いた？よかったよかった。どうだこれで。これなんか変わんないか。これもしかして変わんない？ちょスキップしてみるか。あ、変わんなーい。ついていってみよう。あ、ダメっぽ。これがもしかして関係してたんじゃないかなと思うんで、ちょっと洗わないに行ってみたいと思います。いや、それなら洗うのは先輩が帰ってくるのを待ってからでもいいんじゃない？めんどくさいだけだぜ。違うよ、先輩はこれを勝手に触ってほしくないんだよ。多分雰囲気的になんとなくだけど。あ、もしかして帽子がなんか変わったりする？もう僕ちょっとさ、ほんとよく分かってない。もしかしてさ、結構パート3、4ぐらいのところまで戻ったりとか、そんなハメになんないよね。大丈夫だよね。まああの動物帽子を見ていると先輩が買い物行った時のことを思い出してしまう。もしかして先輩がこの動物帽子を買いに行ったこと自体が間違えてたとかになると、僕も先輩ルートはどうしたらいいのかちょっとよく分かんねえや。あ、でなんかこうなったわ。あれ、あー、先輩大丈夫なんですか、ご家族と。あれ、これ読んだことあるっけ。あー、スキップできちゃうわ。ん、こっから違うんか。オッケーオッケー。
そうして先輩部屋のあちこちに置かれていた自分の荷物と浴室の洗面グッズを自分のリュックに詰め込んだ。ここか、こっから違うか、いや同じじゃね、ちょっとスキップしてみよう。スキップできちゃった。あ、これだ、来た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 。先輩のことを、なんだっけ、僕確かリクラウにね相談した気がするんだよね。ここフーイエね、パパーンにね相談するとどうなるかな。もう関わらない、絶対パイセンルート行けなくなる気がするんで、ちょっとフーイエに相談します。これスキップできるのかな。あ、スキップはできねえ。おしおし、だよな、こっちのルートじゃねえもんな。でも今回の原因は先輩の家のせいだよ。先輩の本意じゃない。まさかこのまま先輩が行くのを黙って見てろって言うの。無理ぽー。俺が電話なんかしたら逆効果になっちゃうよ。誤解されるかもしれない。いや、パイセンと彼氏になるのも僕は悪くない。僕はパイセンのしね、童貞が欲しいんです。あの人童貞なんかちょっとよくわかんないけど。いや、まだだったらじゃあ代わりに処女。あー、今日は浴び坂ありだわ。落ちんなかったから無理だわ。じゃあとりあえず僕の処女を取っていただきたい先輩で、みたいな。ちょっとなんか好き勝手書で語ってるけど、まあええやろ、もう僕の自給だし。今は違うんだよ。たとえ出ていくにしたってこんな誰も望まない形なんかで、ね、みたいな。ちょっと今読み間違えたけど、まあ気にしないでいこう。てかもうどうすればいいんだ、ほんと。メアリーいけねえしな。うん、この状況いい流れだしね。うん。じゃあ本当にどこで間違えた、もっと先輩に尽くすべきだったんか。いや、選択肢はあんましこのゲーム多くなかったからな。よくわかんねえ。よくわかんねえ。俺にはそんなこと。しょんぼりつうか、あきれふうゆさんの表情かわいい。わかってる。明日自分が伝えに行ってやれ。お、もしかしてこれで、ね、なんか変わるんか、僕。なんか変わる変わる変わる、ルート変わる。俺はベッドに上がり布団をかぶる。寝る時間にはまだ早っ。勝ったせいもあってなかなか寝つけなかった。だけど他に何かしていられるような気分でもなかった。暖かな布団の中で俺はこれまでのことを静かに考える。もしもっと早くに先輩が出ていくと言い出していたなら今こんなに悩むこともなかったんじゃないかなんて。え、これもしでもっと早めになんか先輩のことを気遣うべきだったの。そんな選択肢あったっけ。もう覚えてねえよ、1年前のことなんて。もう寮の中で1ヶ月なんだろうな。いや、僕はもう1年以上先輩と過ごしてるんだよ。それでバッテンと直行したんだよ。ちこじきちょめ、ここも関係すんの？もうカンニング頼もう。俺は言うわけに負け、ユンバは確か、あ、間違えた、ひそかにサインを示した。周りが答えを見て教えてくれると、答案用紙に書く。不公平です。だけど関係ない。どうせバッドエンドなんだ。好き勝手してもいいじゃないか。今回だけちょうど合格できる点数だけしてくれば、それほど問題ないだろう。あー、なるほどね。リョークの倫理観ガバガバするんねえか。ところが彼はまた他人の答えを見に行ったまま戻ってこず、教室のあちこち行き来している。まるでどれが正しい答えなのか判断するため教室中の答案用紙を見回っているかのように。よく考えたら確かにそうだよね。同じ回答を多いやつを見つけないとそれが正解と気づけねえもんな。カンニングって難しい気がするわ。だからってカンニングしてるやつを正当化するつもりはさらさらないみたいな。ここなんか翻訳ミスがありますみたいな。どういうミスだろうね、よくわかんねえ。まあそういうわけで結局諦めたって感じなんだね。3、あ、教えてくれるんだ。結局教えてくれるんだ。俺が答え気にするとユンバは黙ってうなずいた。これであと1問終わりか。なんでこんな時間かかったんだ。まあ次の問題に取り掛かる。ああ、まとめて読んでやってくれたんだ。こんなね、いろいろと従順なリクラ君がまさかバッドエンドに関するとは誰も予想しなかっただろう。この思い出を僕は密かに胸へと締めていきたい。彼の記憶力はどこまでいいんだ。まさか問題の方も全部認識しているということは、試験の問題と答えの全文を覚えてきたってことか。それなりに時間かかったことも不思議ではないが、なんかもうりょうくんゴミクズになってきたな。なんか僕りょうくん嫌いになってきた、このカンニングしてるよ。パイセン、よかった。僕の中の両親があなたにね付き添っていけと。あ、待って、もしかしてこれやらかしたか、この選択肢。てか、りょうくんがカンニングしろって言ったんだけど、フーエさん、その辺についてもぜひりょうくんを咎めてください。それはね、僕が望んだからさ。なるほどね。さあ、どうする？この争い終わらせる方法がないぜ。
あーやっぱもうりょうくんほらもういやこれバッドになもっとなんかさあれかこの3匹たちを仲良くさせることがあれかなハッピーエンドに繋がる道だった。おーおーおー待て待て、リレクラークのめっちゃなんかお怒りの姿があったんだけど、いやーね、フーゲめっちゃ煽ってるしで、ね、リクラークをぶち切れし、もしかしてもここでバッドエンドしょっことがないよね、大丈夫だよね。おーほらもうだってこんな表情僕初めて見たもん、これ初めて見たもん。いやすまねえすまねえ。おーオッケー、そのなんかフーゲの言ってることがあまりにもごもっともすぎて、あーどうしよう間違ってないです、フーゲさんあなたが滑ってパパン、ごめんなさい。ああなんかもう困ったことだ。リクラウの声量が上がる、しかし彼のはずの中国は言い争ったほどとに単純な単語の繰り返し、それは当然フーゲの勢いを止めることはできない。二人どこが俺の耳の中で暴れくる、責められているリクラウに対しての謝罪と後悔念が俺の胸中から溢れている。視線を落とすと今しがた書き終えてばかり答案用地が目に映る。容赦一応全て記入済みが後半ほとんどユーバーが聞いた答えで埋められたものだ。似たような問題があった場合、前半で間違って後半で正解したらそれはカンニングしましたって言ってるようなもんだよね。それを心配、あ、間違えた。そんな心配しながら答案を見返すも俺の耳にはユンバーの説教が絶え間なく届け、とても落ち着いた答え合わせをしていられる状況で、リョウ君ゴミクズなの、このカンニングさせた時のリョウ君。試験の答案用紙が回収された後、フエや周りの人の行動にそうかのように長く続いた説教を止めた。しかしユンバーの方は収まっておらず、不機嫌な表情と岩にも飛びかからんとしているけど、それを頑張って我慢しているようだ。あのさフイエ、もうどうしようどうしよう、もうなんか家もうダメだ、もうバッドエンド、どうせバッドエンド伝えます。あーこんなところでこんな BGM 流されてもな、これバッドエンドの兆候だからさ、もう信用できへんだよ。あ、してたんだ。このことでお前しくる、お前りょうくんに対して甘々すぎねえか。カニゴしたのはなんかいいかなと思って任させたんです。ああもうりょうくんプライドがゴミくずになってきたやべ違う、あ違う、なんだりょうくん、俺が自分の中の卑怯な誘惑に負けたから反省してたわりょうくん。原住民ダメなんだやべ、原住民って言っちゃったけどいいかな。どちらかというとリクラークに対しての説教は本当子供を叱るあれに近いみたいな感じ、なんか何も知らない子供に何かを教えるみたいな、ついでに怒っとこうみたいな、そんな感じだったりするかな。なるほどな、勉強になったぜ。いやてかトラブルか、トラブルはもう起きちゃったんだよな猫に塩を始めて1年で2019年最後にバッドエンド3連発繰り出して終わらしちゃったんだよな。彼は俺に騙されてカンニングさせられてるって気づかなかったんだよ。それなのに責めるなんて。なるほど、常識を学べリクラ君、すまん、僕も手のひらクルーだった、もうゴミクズです、すみません。なんか今日ゴミクズだな僕も君がロックライターは全部俺のせいなんだ、本当にごめん。やれやれ、さあ帰るか、帰ろう。今日は先輩が俺を探してご飯食べようと言ってくるかもしれないし、俺は次の試験科目と日程について考えながら家に向かってゆっくりと歩き出した。たまこんな感じになったけど、どうなんだろう、この後はスキップできるかな、もう内容覚えてない、スキップできちゃった。ああインタビューやった、インタビュー受けねえインタビュー受けなければどうなんだろう、申し訳ないけど今の俺は本当にそんな気分にはなれない、すいません、やっぱりお断りさせてください。ああなんだ、フーヤ乗り気なんだ、すまねえランドルフさん、もうなんなんこの BGM、今日この BGM 何回聞いたんだでもこんなことあまり事情を知らない人に話すのっておかしくないですか。あまあそういうのもあるよね、なんかツイッターだからこそ話せることとか、なんかそういう感じはあるよね。新民の連休中に先輩がどう過ごしていたか知らないが、そんな先輩が戻ってきてから態度を急変させたことを伝えた。もちろん先輩が俺に見張りに来てくれと言ってることは嘘でも、あれこれもしかしたらいいルート、まさかのインタビュー受けないことがハッピーエンドにつながるのか。これは向こうの家族が反対してるってことだけは分かってるんですが、そのことだけで態度を変える理由にはなってないと思うんです。先輩はいつも通りに笑いながら表面上変わらず俺と話してますけど、明らかに距離を取るようになりました。最近はある機会があっても向こうが意図してそれを避けてるようで、なんだかインタビュー受けてるときは先輩の話したっけ、ちょっと覚えてねえな、これもう半年以上前ぐらいだよねこの辺悩んでる最中、
ああ、はい。人生において大きなウェイトをしていました。というか、ミスってバッドエンド直行しました。ランドロスさん、あなたは分かってくれてる。ありがとうございます。だとすると、先輩は他のことを優先するために俺と距離を取ったってことですか？そうとは限らないか。なんか権力あるらしいんだよね。よくわかんないけど、なんか逆らうとバッドエンドに直行するし、なんかよくわかんねえんだよな。先輩のバッドエンド2つも回収しちゃったしな。協力する形？精神的に支えることは可能。これがヒントか、もしかして。つまり自分からガツガツといかないことが先輩を攻略するヒントなのか。先輩とそしてお付き合いできるんじゃないですか、僕は。それを信じていきたい。なるほど。そうですね。俺は先輩態度が変わったことにばかりしか向いていて、先輩視点での現状を考えたりしなかった。すいません。確かにガツガツいきました。申し訳ないです。先輩と付き合いたいとか、なんか先輩のショッピーとか、なんか、こう、ビーをしたかったりとか、なんか、そんなことを思ってしまい、すいませんでした。だけど、そうやって強気に見せている人ほど、内心は脆くて傷つきやすいという話を聞いたことがある。それなら次から俺が率先して先輩気遣ってあげなければ。うん、そうしよう。自分が何をすべきか分かったような気がします。本当にありがとうございました。あ、これもしかして先輩のハッピーエンドに向かってる？これ。ランドルフさん。次の機会こそインタビュー受けたいです。あなたの幸せ、というかランドルフさんの幸せは僕の幸せなんで。はい、また。俺は去っていくランドルフさんを見ながら、次回先輩に会った時協力してあげようと心に決め、それからようやく本腰を入れて夕飯を食べ始めた。え、もしかして、これのこと、これが重要な選択肢だったのか？そんな気づけるわけないでしょ。ランドルフさんの旅と思って僕インタビュー受けちゃったもん、もう。というわけで、僕なんか、先輩と二人っきりでデート行っちゃったらしいんで、今回行かないで行きます。これで全てが変わるはず。これで全ての選択が、先輩のハッピーエンドへと繋がってくれ。すみません先輩、やっぱり、いや本当は断りたくないよさ。だって先輩のルートやったらもうだってバッドエンドしかないんだよもん。そうじゃないんで、先輩させてもらえるのはすごく嬉しいんですけど、先輩が言ってるデートっていう部分が引っかかるんです。俺は先輩といい友達関係を続けていたいと思ってますが、デートと言われるとさすがに、いや、アビタカとしては付き合いたいけどな。よしよし、いい感じだぞ。友達ってことにデートして、あ、それならいいと思います。あ、まあ普通の友達で付き合いだったらデートと言いませんよ。まあね、普通の友達だったら一緒に遊びはします。今日先輩が考えているのは事実上のデートでしょう。先輩誘われてご飯食べたり一緒に授業を受けたりするのはすごく楽しいですけど、それがそのままそういう関係に発展していくとは限りませんし、仮に俺がミアリの手伝いを約束したとしても、それは必ずしも付き合うって意味にはなりませんから。まあいかないと思う。それはまた別の話でしょ。え、もうさ、え、先輩のハッピーエンド、もっと前の選択肢が重要だったの？まあ今まで嫌だということで、だけどおいらデート断られても、大丈夫か。まあまた来週って言ってるから、先輩とはまた来週会えるんだろう。先輩、喋り終えた先輩その場から風に去っていった。ご飯一緒に食べないんだ。まあなんかなるべく気づ、いや、これどこが気遣いでんだ、もうよくわかんないな。ちょっと猫にし難しいっつうか、ノベルゲームってこんな難しいの？僕人生で初めてやったノベルゲームが猫にしだからさ、全然よくわかんないんだよな。これがノベルゲームの難易度なんですか？ちょっともう僕はよくわかんないよ。お、あ、スキップできるんだここは。あー、でここはやらかしちゃったやつだ。あれ、こっから、あ、この原住民は常識知らずというくだり、あれか、カンニングをうんぬんとか言ったからか。あ、こうやって選択肢、へー、関与されるんだ。感動しちゃったわ。ノベルゲーすげえ。スキップしなかったら逆に気づかなかった。だってもうこれ何年前だ。いや、あれスキップってあるけど、あ、これ、あ、さっきのセリフだけかもしかして。あー、あのセリフだけらしいわ。あー、この間数学の試験とか、ああ、なんかぼちぼちであの選択肢のことが関係するんだ。へービビるわ。現代人の生活を理解できない。でもまたここでスキップできるんだ。え、なんでここで終わるの？なんかあった？ちょっと待って。もうこのまま離れるから。喧嘩すんだよね。で、そっから会えなくなって気がついたらバッドエンドしかなくなっちゃったみたいな。結構ここスキップできないから読んだことねえよな。でもな、でもそれ俺にも関係する話なんじゃないですか。
か、ここか、ランドロフさんのインタビュー断って、で先輩とのデータも断って、ここが全ての分岐点。いや、あの先輩姿が数日見なくなった結果バッドエンドなんですよ。だからちょっとお願いしますよ、先輩ルート。あれーあれー、いやスキップねえしな、だから読んだことねえ文章なんだよなこれ。もうなんか全然覚えてないや、もう何をどうすればいいかいつ判断つかない。帰ります。全てを履き違えてしまいました。僕はもうダメだ、バッドエンドループから逃れられない。ちょっといろいろとスキップします。またバッドエンドになりました。もう何がいけないの、僕は何が分からなかったんですか。ちょっとよく分かんないですね。もうどこで選択肢間違えたの、もうよく分かんない。頑張ります。はい、じゃあカット。今回他のサークルメンバーに電話をすると、いやどうなんだお前、他サークルメンバー、俺は携帯を手に取るとサークルの他メンバーに電話をかけた。多分これがなんかまた全ていくから、リュウグラ君に頼ったのが間違いだった説があるかもしれない。先輩の日焼けしてる人は誰もいなかった。ただ誰もがさして気に留めていなかった。きっと何かあって一晩だけ連絡が来なかったんだろうなんてみんな言ってたぜ。まあ気にしても仕方ないということで、だからデートじゃないっていうのに、でも誰も信じてくれない。もうこれもこの時点でもう選択ミスって気がするんだけどな。なんかサークルのメンバーなんて頼りになんねえだろこれ。先輩実家何かあったのか、彼は家との関係が良くなかったのかな。未だに心配事は残るものの、詳細を知っているものはやはり誰もいない。それ以上取れる手段が何もない俺は、ただその心配を胸の内で抑え続けながら、休日後の試験に向けて勉強することを気持ちをごまかすのかなかった。ほんと先輩でもどこ行っちゃったのさ。どうなんだろう、もうこの選択の時点でなんかもうよくはない気がする。まあちょっと進捗ありましたら。先輩、あなた一体今までどこに行ったんですか。これスキップできないか。そっか、サークルの先輩うんぬんの話だったから、で先輩がどこ行ったのか結局分かんなかったから、ここで実家っていう話を知れるんだ。実家に帰ってたって、じゃあなんで連絡してくれなかったんですか、まあ、電話ぐらいしてくださいよみたいな。心配してたんだぜ先輩、早く先輩とキスできる、そんなエンディングを迎えていきたいんです。だから頼みますよ、もうバッテンとは勘弁してください。携帯取り上げちゃったよ、ネットも触らせてくれない。なんかもうこの現代社会ともはや死にたくなるような現状ですね。先輩ってそんな厳しいんですかね。性癖関連の話、性癖関連の話で喧嘩したんだ、これは知らなかったな。あ、これもしかしてごまかしてるちょかちね、ちょっと本当はなんかもっと家を継ぐとか、いやなんかそっか、いやこれで揉めたんだけど、なんかもう揉め事だな、今ちょっと老後になっちゃったな、大丈夫かなこれ。もうなるほど、とりあえず先輩のことがいろいろと話すけど、でも先輩はうちに住み込み、チャオウの復興手伝いをしてほしいと言って俺を困らせていた。まだ俺は答えを出していない。これで先輩が戻ってしまったら、チャオウの話はどうなんだ。まあそうだよね、けどそれがフラグなんだよな。本当に大丈夫ですか、もしかしても結構前からもう分岐がもうダメだったかな。もうマジでわかんないな、先輩真面目に答えてください。スキップできないから、まだ読んだことない文章、まだ諦めてないから、まだ先輩とは交流ができる、まだできる、うん、安心しよう。わー、めっちゃなんか至り尽くせりみたいな、まあ休学とかの話になるからな。そんぐらい尽くしてくんねえと休学する甲斐がねえってもんよ。そうだよ、家族、自分の家族にどう説明すればいいんだ、もうよくわかんないよ。早くハッピーエンドを迎えたい、見たが、とりあえず頑張っていこう。あ、それならあれって片付けました、ここに。あ、ここで、あ、まだか。洗ったんだぜ。もしかして、ここの気遣いが、後々の伏線になるじゃないのか、そうなんじゃないかな。まあ、とりあえず、さよなら。なんでこの BGM 流れんの、もう嫌だ。もう嫌や。しかもスキップできちゃう。もう嫌や。カットします。カットするって言ったけど、なんかもうここになっちゃった。あ、もうどうしよう、だってもうじゃあもう関わりません、少し考えたもの。これもし、いや違うだろこれ、もうなんか違うでしょ。こうした先輩がすっきりしてんの、もう絶対違うよ。まあ本当にどうしてこんなことになったんだろう。
紙を取ろうと決めた。とりあえず一旦寝てしまえば、その間だけはこんな考えからもなんか離れられるだろうみたいな。もうダメだ、もうダメだ。僕は一体どれほどここをループすればいいんだ。はい、皆さん、またバッドエンドになりました。もうやだ。え、僕もう本当どっから間違えてんの。もう僕の選択肢はどっから全てが狂っていった。くそー、わかんないです。もう僕には何が正解かなんてわかんないです。とりあえずもうちょい粘っていますんで、カット。とりあえず先輩探し方、今度雰囲に相談してみましょう。これで何か変わるはず。わかんない。いや、どうなんだろう。雰囲はなんかパイセンをなんかどかしたい的な部分あるから、正直頼りになる気あんましねえんだよな。まあいきなりいなくなられたらね、ああ心配だぜ。トラブルに巻き込まれることまで望んで、あ、もしかして風影に頼ったら正解だったみたいな。こんな風にいきなり連絡を絶たれたら事故にでもあったんじゃないかと心配しちゃうよ。どうなんだ。まあ車の事故にあったなんてか、お前なんか僕がよく会うからな。おかげで2回もバッドエンド入っちゃったよ。もう2回つか2種類のバッドエンド見ちゃったもん。車に引かれて気がついたら、なんかパイセンとなんか暮らしてたルートに行っちゃったしで、あの車もなんか伏線なんかな。あの車避けるとかなんかあんの。そんなアクション要素ある。ちょっとよくわかんねえな。よいしょ。それ絶対手に入れる。そうだけど、それヘリクスじゃない？探せる際ができそうなやつ、頼む？千里眼と、何これ、重封じにお前手伝うように俺から頼む？文鳥、その千里眼と、まあなんか耳のやつに頼めば、なんかすごいんだよね、みたいな。クラスが違うみたいな、そういう感じね。意外と風影に頼ることが正解だったりするんか。でもそうすると千里眼と順風寺、ほんと読み方あったのか分かんないけど。あ、耳には頼むんだ。多分耳がいいってやつだよね。なんか一度はその耳の人に頼んで、耳からまた他の町の船に頼み込むって格好みたいな。いろんな仲介者を経て先輩を探すという感じか。うん、友達の友達のまた友達に頼りに行くみたいな。まあなんていうかごめんなさい。サークルの人たちはなんかすると無駄に話広がっちゃいそうなんだよねみたいな。うん、大事ですね。うん？来ましたね。これはまた大事な選択肢だろう。セーブして、保存しよう。じゃあとりあえずなんか録画もある程度進んじゃったんで、一旦ここで中断したいと思います。このパートは中断つか終わりにしたいと思います。パートなんだっけこれ、24か25だっけ、なんかもううろ覚えだけど、とりあえずここまで進みました。残念ながらバッドエンドを回避はできてないけど、ちょっとずつ選択肢をね今狭めていってるんで、皆さんハッピーエンドまでもう少々お待ちくださいね。では、今日のね、猫獅子実況を見てくれてありがとう。またお会いしましょう。次のパートへお会いしようぜ。それじゃ、帰って今日も同時にしても読もうぜ。じゃあのー。じゃあのって相手の書き方がちょっとわかんねえな。じゃあねとかでいいんじゃないかな。じゃあのってなんかな、なんか、ぶっきらぼうな感じがして、だから僕はなんかじゃあねがあっていうような気がする。まあいいんで、そんなの。